地域の人がみんないい会社だって言ってるから実は自分もそこに入ろうと思ったんです。これはすごいですよね。そういう会社を作ることも可能だということです。で、稲食品の人が中で自分たちが変わろうとしています。どんどん変わっています。で、これはもちろんトップの意向もあるんですよ。あそこの寒天パパガーデンっていうね、あの食事ができる場所があったり、そこのお土産買える場所があるんです。そこにあるレストラン、いつ行っても混んでますよね。でも夜やってないんです。夜やったらものすごく儲かるはずなんです。場合によっては駅からね、バスを何台か出して稲食品の往復バスなんて出したら絶対儲かるはずなんです。やらないんです。会長が現場の人間からそういう意見が出て、やっぱり売り上げを考えた時に会長、夜負けたらどうですかって言った時に会長が何言ってるの、昼間だってこれだけうちの場所は混んでるんだよ、夜やったらもっと混むかもしれない、そうすると駅前でやってるじいちゃんばあちゃん、父ちゃん母ちゃん、あの人たちがやってる居酒屋のお客みんな俺たち取っちゃうことになる、それはやらない、ダメだって言ってやってないんです。みんながそういう発想で一歩だけ相手の気持ちに立って仕事ができている。何ができるかなってことを考えながら仕事をしている集団が稲食品工業の社員の人です。すごい会社だなと思います。稲食品だけかっていうとそうじゃないですよ。長野にも誇るべき会社いっぱいありますよね。今少しだけお手伝いさせていただいている時々ですけど、ミルケア、関さんの会社、やっぱり素晴らしい会社です。あそこで働いている人たち 95% がパートタイマーとか、要は正社員じゃないですよね。でもみんな生き生きと仕事しています。雇用形態と能力って何の因果関係もないですよね。正社員の方が優秀だって誰も決めてません。たまたまその時の事情で片方は正社員でいるし、片方はパートでいるし、でもそこで自分が発揮できる力ってのは何の因果関係もないはずです。でもそこに因果関係を起こさせてしまうような発想が入ってるだけなんです。じゃあその発想を誰が持ってるかっていうとトップです。多くの場合。だからトップが発想をちょっとだけ変えるだけで、みんな生き生きと仕事ができるような会社ができる。塩タクシーしかないです。みんなトップの人の意識のちょっとした変革に気がついて、現場の人たちがどんどん自分で意識改革をしています。だから強い。その軸になっているものは何かっていうと、本来日本人が持っていた生き方、人としての生き方の誇りなんですね。自分の中心軸に何を置くかっていうことを昔の人はやっぱり考えてました。戦前教育を受けた人たち、戦後教育は全くガラッと様相がありましたよね。でも戦前の教育を受けていた人たちが戦後占領された中でいろんなことをやってきました。我々の助けになることもやってくれたんです。例えば焼け野原の東京の町に新中軍のジープが来ます。兵隊さん乗ってるんですね。でそこにジープが止まると、その周りにもう炭で顔中真っ黒にしてる子供たちがわーっと集まってきますよね。そこにチューインガムとかチョコレートを投げてくるんです。美空ひばりさんの歌にもありましたよね。右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、だからチューインガムはこっちにいるみたいなね、どうしてもいいんですけどね。そうやってチューインガムチョコレートをもらってみんな家に帰っていきます。でお母さんに見せるんです。もらったよ、誰からもらった、アメリカの兵隊さんが投げてくる。そうか、戦前の誇り高い教育を受けたお母さんはその時にどうしたか。戦後ですから甘いものない時代です。捨てるとは言えないんです。今だったらね、人が捨てたもの、人が投げてくれたものを拾ってくるってどういうこと。冷蔵庫の中にケーキあるでしょ。その頃はケーキもなければチョコレートもなければ冷蔵庫も何もない時代です。誇り高いお母さんはその時に子供に向かってありがとうと言って食べなさい、ありがとうと言って食べなさい、ちゃんとありがとう言わせて食べさせる。で次の日にどうしたか。貧しい食料しかない中で、例えば大根半分とか人参一本持って新宿に行くんです。
で、新チームの兵隊さんに、昨日うちの子供がこちらの兵隊さんからチョコレートをもらいました。お返しです。戦争に勝ったとか負けたとか、貧しいとか、そういう問題ではなく、自分が人として何を軸として生きるのかっていう、この部分がぶれなかった時代の人たちの生き様がそこに現れています。すごいですよね。ところが問題は、そういうお母さんがあまりにもたくさん来ちゃったんで、進駐軍がびっくりしちゃったんです。世界中で戦略戦争をやって、そこで進駐軍に行くんですけど、自分たちが放り投げたチョコレートとかチューインガムのお返しを持ってきたのは日本人だけだった。それでアメリカは怖くなっちゃったんですね。戦前と同じような教育システムを残したら、また日本人がこんな優秀なのがいっぱいできちゃうんだ、やばいぞっていうんで、戦後教育のシステムを一気に変えちゃいました。アメリカが考える日本人の芯を崩す教育システムですよね。見事に成功しましたね。いろんなところで、僕は親戚がいっぱい教育委員会にいますから、喧嘩打つつもりは全くありませんが、やっぱり相当責任が重い部分っていろんなところにあります。でもそういうのも、例えば地域の中で生きている、会社の中で仕事をしている、現場の一人一人の意識の中にちょっとだけ違ったものを入れていって、毎日の生活の中に、自分の中に何にのっとって行動し、何にのっとって話すのか、言葉を発するのかってことさえ考えていけば、まず自分の生き方が変わる。その生き方に迫力が生まれてくれば、周りの人が必ず影響されます。そうすると会社であるならば、そのチームは変わっていきます。そのチームが変わっていくと、その部署は変わっていきます。これは大阪で証明してきました。あっという間に変わっていきます。1年、2年の間に見違えるように変わっていきます。そして、6年経った時に、大阪は日本一という評価をもらいました。なっちゃうんです。日本一になっ、ならせてくれ、ならせてくれって言わなくても、自分たちのそういうちょっとしたことを変えていくだけで、人が変わっていく。人が変わると、本当に自分の周りの人がどんどん変わっていくのが分かります。よく、主に交われば赤くなる。悪化は良化を駆逐するっていう表現もあります。でも、良化が悪化を駆逐しちゃうことってあるんです。悪化っていう表現良くないです。でも、大阪の時に、我々が考えるこの発想じゃダメだっていう人たちを変えていくときに、自分たちが良化になってどん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 前向きな発想をしていると巻き込まれていきました。6年経ったときに日本一だったり、そこにしかないです。自分が変わることのエネルギーを、自分が変わることのパワーを一人一人が信じるか信じないか、それしかないです。この力は強いです。一人でいるときにはそれをなかなか感じないです。集会にいて10万人の中の一人になった瞬間に、うおーと思います。私も国会で去年の夏何回か、わーって一緒になってやりました。すごいパワーです。発表する側は5万人とか言ってました。でもどう考えても10万人来てました。その中の一人で一緒になって力を出していくと、すごいことが起きるな。それをもしかすると、もしかするとではなくて、相当の確率でこの未来工房から生まれてくるとするなら、これは期待してもいいかな。そのことの可能性を皆さんと今日少しだけ考えてみる時間になればいいかなというふうに思います。ちょうど時間になりました。私のお話は以上です。ありがとうございました。高野さん、どうもありがとうございました。皆様、もう一度高野さんに大きな拍手をお願いいたします。